紙おむつの交換を行います。必要物品は足元側に準備していただきます。で、はじめに、お物をまとめるための新聞紙などは広げて準備をしておきます。で、プライバシータオルを胸元まで上げていただきます。おむつのテープを外したら、マジックテープの部分が衣類や肌につかないように折り返します。陰線を行います。女性の場合は必ず小の字で洗浄することを説明してください。陰線ボトルの中のお湯の温度も事前にきちんと確認するように説明してください。陰線後は乾いたタオルでこすらないように押し拭きするように指導してください。で、汚れた部分の前面のおむつを丸めます。背面側側になっていただいて臀部を洗浄します。水が流れないようにおむつの位置を少しずらします。で、同様にディスポの手袋でリンクを洗浄します。その後乾いたタオルで押し拭きして、必ずここで、皮膚の状態の観察を行ってもらってください。汚れたおむつを丸めて体の下に押し込みます。新しいおむつを広げて、奥側を少し丸めて高さを合わせ半分の位置にちょうど腰の背骨のラインに当たるように確認して行外になっていただきます。そのまま少し自分の方に向いていただいて汚れたおむつを取り除きます。体の上を汚れたおむつが通らないように説明してください。新しいおむつを広げたら鼠径に沿っておむつを引き上げます。まず仮止めをします。この時に足を伸ばしていただいてください。で、この後、しっかり止めていきます。テープは必ず上下反対方向にクロスするように止めることを説明してください。で、もう一度足を立てていただいてギャザーが立っているか確認をします。で、側外になっていただいて背中のシワがないか確認をして行外になっていただきます。足を伸ばしていただいて体調確認をして終了になります。はい、ありがとうございます。以上です。